どうもー、どうもー、世界が少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。原田西です。1月27日の朝でございます。はいはい。ですね、昨日ね、僕はツイッターに、うん、海の掘り止めいくつした方がいいと思いますかって投稿したらね、お前今日西村さん話しててね、うんうん、ちょっと分かんなくて、うん、まあ、20人ぐらいの方が翻訳してくださって、うん、意見がめちゃくちゃ様々すぎてそんな違うんだ、はい、専業さん、まあの中でも意見が結構変わってるのでね、うん、結局どうしたらいいのかちょっと分からずにいるんですけどまあそうね、はい、分からなかったら YouTube で教えてください。8個掘り止めの台ですね、掘り8個の台で、掘りいくつで止めたらいいのか、まあ、アマネジだったらこう、最適だったらこうとかね、うん、あると思うんですけど、うん、はい、まあ、僕は両方とも77止めてるんですけど、時間効率優先してね、うん、はい、なるほどね、分からないですね、うん、まあ、これはちょっと話す長くなっちゃう、ね、まあそうだね、なんですけど、はい、これでしておきましょう。今日は、まあ、新宅地の店に行きたいと思ってますね。はい、うん、うん、はい、そう、持ち玉ないからね、持ち玉ないからしてね、稼働時間を増やして、うん、なんとかできればいいなと思ってます。ですね、はい、うん、と言いつつ朝はいきなりちょっと遅れと、ということでございますね。現在9時15分ぐらいですか。はい、うん、まあ大丈夫でしょう。はい、これ行きましょう、うん、はい、じゃあ行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうも、はい、1月27日結果報告していきます。はい、報告です。はい、今日も盛りだくさんの内容をお届けしたいと思いますね。おお、はい、はい、盛りだくさんね。もちろんね、今日もいろいろありましたもんね。いろいろあったっけ、いろいろあったっけ、いろいろあったじゃないですか、当たり前じゃないですか。いろいろあったか、はい、あったかな、うん、まずね、はい、お伝えしたいのが、はい、サキっていう台をね、打ったんですよね。はいはいはい、なんか変な麻雀やで、未来の女子高生がわー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 言ってるっていう、よくわからない、漫画、ま、漫画読んでることない人からするとわけわからないですよ。あれね、結構面白い。え、読んでるんですか。もちろん読んで、当たり前だろうが当たり前だろうが、すごいですね、逆にもう読んでない、見てないアニメがないぐらいですね。でも相当見てるよ、相当ハイフリぐらい見てない、まだ、ハイフリとグイレギパチンコで言わないぐらい見てくる。相当漏らしてますね。相当漏らしてます。あれも漏らしてましたか。あれも漏らしてた。さっきはもう、あの、あちが編なんだよね、今日ってやつ。はい。あちが編の前から見てる。まあ、最初から全部見てる。あれなんですか、どこの漫画ですか。出版社の。出版社、ジャンプとかマガジンとか。あー、それは覚えてない。まあ、そうですけど、週刊誌じゃなくて、普通に単行本で読んでた。普通に面白いよ。キャラが立っててね、うん、僕は好きですよ。そうですか、ステルスモモちゃんが一番好きです。マージャン打ってるくせにさ、マージャン打ってる本に消えるか、気配なくなるか、あいつどこ行ったみたいになって、で急にローンとか言って、うん、上がられちゃってるっていう、とんでもない能力があるみたいな、そんなやつ、うん、どうぞ続き。いや、 やっぱりね、でもね、マージャンってイメージと女子高生がいるっていうね、そのギャップはいいですよね。あ、まあ設定はね、うん、ですね。まあでも僕からすればやっぱりマン、あのね、そのマージャンといえばやっぱり哲也ですよね。背中が透けてるぜ。いないそれ。え、言わなかったっけ、俺。あんた、あの、バーのママ。え、バーのママじゃないよ、哲也。哲也が強いよ、強いはい、まあそれはいいんですよ、それは、はいはい、ね、さっきって言ったんですけど、うん、まあ使いたいですね、あれは。あれいいね、あれいいと思うわ。相当使えてますね、はい、もう今日、まあもともとね、いろいろ技術会議でボール落とせるっていうのは知ってたんで、うん、外す、打ち入れてたんですけど、うん、まずね、まあ重複認証するでしょ、うん、ひねりで結構2個超えて入ることもあるし、うん、で止め打ちでまあまあ増やせますね、うん、増えんだよな、あれな、すごいよね、うん、あの時、うん、
まあ、だいたい4個5個口ぐらいにしたかな、僕は閉じて。ああ、閉じるタイミングぐらいで、はい、うん、俺も4から5だった、うん、それで結構増えたですね、うん、で、あと電柱消火だ、電柱優先消火なので、うん、まあ電柱中に左に行ってへそを溜めて終わらせると、うん、はい、でへそ4つ溜めれると、うん、下に電柱があるから、あの電柱が拾ってくれつつた、あのへそを溜めれるんですよね、うん、まあ、無駄にならないってことだよね。無駄にならずに溜めれるって話です、うん、はい、だから相当疲れたいんだという収穫がありましたね、うん、はい、確かにあれはすごく良かったよね、うん、うん、まあ、ちょっと回転数が足らなすぎたんでちょっとやめたんですけど、うん、はい、です、うん、でその後エヴァ打って今日の、まあ、結果的にはプラス1万7000円ぐらいだったな。うん、だったね、はい、うんうん、出てくれましたね、ちゃんと、うん、うん、まあまあ、うん、あそこまでめっちゃ期待値高くはなかったですけど、うん、まあ、あでも西村さんだよ、まあ2000円ぐらいあったんですかね。うん、俺のはあったね、はいはい、いくつだ22ぐらいできてましたね、まあ、そうそう、22.5 いくつとかそんな感じ、うんうんうん、回転単価も多分14、15円ぐらいだったかな、確か、あ、うん、で2000円弱ぐらいだったなんだと思うね、うん、はい、ざっくり計算ね、うんうん、まあちょっとももできたしね、まあいい食だったんじゃないでしょうか、うん、うん、ですね、はい、はい、という感じですね、はい、はい、で僕がまあお話したいのは、今日昨日ね、僕は海のなんかこの友達どうするんですかっていう投稿したらね、あ、はいはい、まあ、30人ぐらいの方が僕がこうしてます、こうしてますっていういろいろさまざまな、ご意見いただいて、うん、ありがたいですけど、うん、はい、そこになんてね、僕の投稿にね、大崎1万発さんがね、ツイートしてくれたんですよ。ほら、だってこれを西村さんに話したら、え、誰それって言うんですよ。大崎1万発さんですよ。理解 してくれてないですよ。これマンション久保田さんしか知らないから。いや、マンション久保田さんも最初知らなかった人だって。うん、いや、この凄さはね、分かっていないんですよ、この人。だからちょっとね、いや、YouTube 見てくださってる方にね、この凄さを伝えたいんですよ。すごい人ですよ、本当に。そうなの？うん。レジェンドです。レジェンド。うん、マンション久保田さんどっちがすごい？あー、マンション久保田さんの方が歴は長いですからね。あ、そう、もう当初からパチンコ業界の最初の方からいた方なんですから、うん、うん、はい、もうなんか彼がドンみたいなイメージなんだよ、俺の中で。あー、昔の人はそうかもしれないですけど、うん、はい、そんくらい、でもそんくらいですよ。へえ、あー、ね、そんな有名な方がいらっしゃるんですね。そうですよ、はい、高いですよね。でも僕、現代っ子、あの日直島田さんとか、ジャンジャンさんとか平山とかあっちにちゃんですけどね、まあ、情報と言えばね、はい、うんうん、はい、すごいすごい。大崎1万発さんもリツイートしてくれたし、まあね、バイク修二郎さんもコメントしてくれたしと、うん、いやー本当にね、いや有名な方も見てくださってると、うん、知らないですよ、バイク修二郎さんも知らなかったですからね。頑張る、あ、覚えましたね、うん、はい、あ、あとは、まあいいか、はい、いろんな方がコメントしてくださいますね。はい、ありがたいですわ、はい、はい、それで言えば僕はいつかペロリナにリップをし、ペロリナからリップをし、あ、そうですか、うん、おはようございます、あ、うん、そうだね。面白いですね、そうですね、うん、スター性が、スター性が確かにね、うん、リンカ隊長も僕ね、フォローしてくれてますからね。リンカ隊長、あのリンカ隊長ですよ。誰ですか？どこの隊長ですか？どこのじゃないですよ。すごいですよ、出川さんと一緒に共演したりしてますよ、言ったり。もう、リンカ隊長可愛いんだ。リンカ隊長、リンカ隊長好きだわ、あの刃と顔、あの丸顔が僕好きなんですけど、あー、なんか前言ってた気がするな、それ、うん、かな子がね、はい、うん、あのメイドカフェに働いてますよっていう元気メイドさん、秋葉原の、秋葉原の、はい、アットホームカフェに、ねえ、うん、逆になんでリンカ隊長あんだけの著名人の方がね500人ぐらいしかフォローしてないんですよ。
そのうちの僕なんですよ、一人が。なんでフォローしてくれてるの？そして、うん、いいね、一回もしてくれたことないんですけど。どういうこと？どういうことなのか、どういう意図があって、そういうのしてるのか、ちょっと聞きたいですね。こいつフォロワー5000人超えとるやんって、ちょっとしとやっとくか、つって。いやいや、全然もう、始めた当初に、僕が、旅一、始めた当初からしてくれてますからね。あ、そう。いう形を。気があると思ってんじゃん。え、それ以外ありますポジティブだね、君は。強い強い相変わらずポジティブだね。強い気がある。リンカ隊長、カナコに気がある、うん。絶対そうでしょ。あ、うん、もう好き、うん。好きだね、なんか、ね。もう、カナコ待ちなんじゃないじゃん。そういうことじゃない、はい、連絡したことないでしょ。うん。だから、カナコ待ちなんだよ、リンカ隊長は。自分からいけない子なんだな。そうそうそう。だから、気づいてねっていう、すごい、あのね、あの隊長っていう名に反して、すごく、あの、ナイブな、内面の持ち主なんですよ。だから、待ってるんです、アタック。うん、じゃあちょっと DM 送ると思うので、はい、待ってくださいマジで送ったらウケるな、うん、はいっていうことでね、はい、まあ今日の総括すると、疲れました雑じゃね最後まあ疲れたけどね、確かにね、バイクもねちょっと長いこと乗ったしね、うん、ということで、はい、じゃあまた明日。まだだよ。まだあります。残りますか。何何。いやもういいよいいよ。買いましたか皆さん。そういう時間じゃないですから。今週のジャンプチャンネルはね。